水の神殿で魔導士ウィズローを倒したゼルダとインパは一足先に元の世界へと戻っていきました。後に残ったルトとダルニアが水の神殿を見回っていると、そこに新たな魔物たちが襲いかかってきました。魔物を率いるのは竜騎士バルガ。不意をつく手強い相手の出現にルトとダルニアは苦戦を強いられます。そこへ現れたのがハイラル城を目指して旅をしているリンクルでした。ルトから手伝うように言われたリンクルは事情もわからないまま魔物との戦いに巻き込まれるのでした。Woohoo!